大丈夫です。はい、ステージにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは第1回目のステージを始めさせていただきます。第1回目最初のステージは横浜中華学院校友会による獅子舞をお楽しみいただきます。中華街といえば獅子舞をイメージする方も多いのではないでしょうか。シャッターチャンスが数多くある華やかな獅子舞のファンになってください。それではここで横浜中華学院校友会の皆さんのプロフィールをご紹介したいと思います。私たち横浜中華学院校友会、横浜中華街のイベントのみならず地元横浜をはじめ地域のイベントやパーティー、結婚披露宴などにも多数出演しております。特に我々横浜中華学院校友会は2年に1度マレーシアにて行われる獅子舞会最大の大会でもある世界大会や他国で行われている大会にも日本代表として参戦し、世界の強豪チームからも高く評価をもらっております。常に最先端でいるために最近では年に数回海外に出向き技術磨きに力を入れておりますとのことです。これから披露していただく獅子舞の、内容をご説明させていただきます。獅子が仲良く山に帰る途中起きた出来事です。それは帰り道で蛇に遭遇してしまいました。蛇を退治するのに2頭の獅子は力を合わせて立ち向かいます。最後の結末がどうなってしまうのか目を離さずにお楽しみください。それでは お待たせいたしました、横浜中華学院校友会の皆さんです。どうぞ。Thank you.
ました。皆さんは決して座席を立ったりせずに、そのまま座ってお楽しみください。また獅子が近くに来た際には、ぜひ頭を出してみてください。獅子に頭を噛まれると御利益があると言われています。皆さんぜひこの機会に獅子に頭を噛んでもらってください。開けてお楽しみください。通路に手や顔を出していただきますと大変危険なのでおやめください。獅子や英武者には触らないよう頭だけを出して頭を噛んでもらってください。獅子に頭を噛まれると良いことがあると言われています。どうぞ皆さんこの機会に獅子に頭を差し出して頭を噛まれてください。後ろの方の元にもやってまいりました。ぜひ立ち見のお客様もこの機会に頭を出して頭を噛まれてください。獅子に頭を噛まれると御利益があると言われています。皆さんぜひこの機会に獅子に頭を噛まれて幸せをゲットしてください。学力アップがアップになるとも言われております。ぜひ小さいお子様そして大人の方まで頭を噛んでもらってください。獅子が通れるように通路広く開けてご覧ください。二頭の獅子今ステージに戻ってきました。この後もステージ上の獅子お楽しみください。横浜中華学院交流会の皆さんの獅子舞でした。もう一度大きな拍手